島県双葉町下鳩ト地区。2021年5月、東日本大震災、初めての田植えが行われた。双葉町、伊沢文町長、被災自治体では、最後で、双葉町にとって最初の田植えなんですけど、復興の第一歩と、う感じがしましたね。東日本大震災から10年と、年が経っても、全長避難が続く双葉町。試験的、栽培だが、 かつての基幹産業、農業の復興に桁大きな一歩となった。先祖代々、この地区で作りを行ってきた木畑治さん。木畑治さん。ま、今日は最高のお祝いの日ですね。できれば、もっと早くやりたかったけどね。11年ぶりの双葉町の米作り。木畑さんなど、かつての地区の銃が避難先から通って管理する。2021年7月。 夏の日差しを浴びて、稲は順調に育っていた。地区の草刈りのために集まったのは、かつて木畑さんの地があった場所。木畑治さん、震災から3年過ぎて、ラケモノが入ったんですよ。獣が入ったら、ダメのを管理する組合が設立されたことをきっかけに、木畑さんが倉庫を建設した。根底にあるの、ふるさと双葉町のためになればという思い。畑治さん、やはり、 俺たちが戦闘にやって動い。そうすると結構若い人来てやってくれてる。大変でもやりたい。という部分で動いてます。原裁判の田植えに参加していた沢上栄さん。災いで避難を余儀なくされるまでは木端さん。同じ下羽鳥地区に住んでいて、この日は避難の岩岸から双葉町を訪れていた。故郷にいるその日に備えて岩岸でも米作りを続いている。 沢上栄井さん、やっていないと忘れることはないけど、感覚はわかんなくなってくる。出ることはやっていきたいと思いますけど、2021年8月、政府は、帰還困難区域の内避難指示会の見通しが立っていなかった地域について、住民が帰還を希望すれば、除染を行って避難、示せを解除する方針を決定した。時期について、2020年代と曖昧だが、沢上さんはいずれ、 双葉町にって米作りをしたいと考えている。沢上栄さ、わからない先のことはね。できるだけ体が元気。うちに戻るんだったら、戻りたいし一方の木、さんは、双葉町に戻るかどうかは決めて今。うん。しかし、体が動く限り、双葉町に通って農業を続けたいと考えている。木畑おさむさん、誰かがやってみせておかないと、将来的に若い人が戻って、 来ようとしてもなかなか難しい部分がある思うので、できることをできるだけ長くやりたいという思いですね。2021年9月。11年ぶりに首を垂れるハマチの稲。ふるさとでの米作りに特別な意を持つ人たちのもと、収穫の時を迎えようしている。